マイケル・リチャード・ペンスは、アメリカ合衆国の政治家、弁護士、共和党員、同国第48代副大統領、第50代インディアナ州知事、連邦会員議員、連邦会員予算委員長などを歴任した。共和党内でも保守派として知られ、草の根運動である、ティーパーティー運動にも参加している。キリスト教右派であり、エヴァンジェリカル・カトリックを自称する。 兄のグレッグ・ペンスは2018年にかつて弟が出馬していたインディアナ州第6区から連邦会院議員に当選している。高校時代1959年6月7日にインディアナ州コロンバスでエドワード・ペンスとナンシー・ジェインの6人の子供のうちの一人として誕生する。父のエドワードはガソリンスタンドを経営しており、家族はアイルランド系カトリックで、 民主党支持者だった。マイク・ペンスの名前は祖父のリチャード・マイケル・コーリーに由来する。祖父はアイルランドのスライゴ県からアメリカに移民としてやってきた後バス運転手をしていた。1977年に高校を卒業した後ハノーバー大学で文学士号を取得する。インディアナ大学ロースクールでホーム博士号を取得し弁護士として仕事を始めた。 レーガン大統領と1988年に共和党候補として連邦会院議員選挙にインディアナ州第2区から立候補する。当時の現職フィル・シャープに敗北し、続く1990年の選挙でもシャープに敗れた。ペンスは選挙運動の際にシャープに対するネガティブなビラを作ったが、後にこのビラを制作したことを謝罪している。1994年からは、 地元ラジオ局 IFFM のトーク番組ザ・マイク・ペンス賞でパーソナリティを務め番組は18局ネットで放送された1995年から1999年にかけては週末の政治トーク番組でもパーソナリティを担当した2000年の連邦会員選挙にインディアナ州第2区から立候補して初当選を果たす 再選を期した2002年の連邦下院選挙で、インディアナ州第6区に選挙区を倶楽えし、2010年の連邦下院選挙まで当選を重ねた。四期目の挑戦となる2006年の連邦下院選挙では、民主党候補のバリーウェルシュを破っている。2008年には、エスクアイア氏から最も優秀な下院議員10人のうちの一人に選ばれるなど、保守系の中堅議員として、 注目を集めるようになっていく。2008年、2012年、2016年の大統領選挙では潜在的な候補者の一人に犠牲られていたが出馬には至らなかった。インディアナ州インディアナポリスにて2012年にインディアナ州知事選挙への立候補を表明し民主党候補のジョン・グレックを破ってインディアナ州知事に当選した。2013年1月14日に ニッチ・ダニエルズの公認として第50代インディアナ州知事に就任した。州知事時代は日系企業の誘致や雇用促進に熱心に取り組んだ。知事としての初めての外遊先にも日本を選び2013年9月5日から14日にかけて経済ミッションを引いて東京、名古屋、栃木県などを訪問している。2015年9月11日から18日に かけても、同様の訪問団を率いて来日し、トヨタ自動車、ホンダ技研工業、スバル、三菱自動車などの企業を訪問した。2016年アメリカ合衆国大統領選挙では、当初は、自らの出馬の可能性も指摘されたが実現せず、共和党の予備選挙では4月29日に、テッドクルーズ上院議員の支持を表明した。しかし同時に、 予備選挙の対抗馬であった実業家のドナルド・トランプやオハイオ州のジョン・ケシック州知事のことも称賛した。2016年7月に共和党の大統領候補への正式指名を確実としたドナルド・トランプから副大統領候補の指名を受ける。当初トランプはクリス・クリスティア・ニュート・ギングリッチを有力候補としていたが、娘のイバンカ・トランプや息子のエリック・トランプなどの 家族から強い説得を受け、ペンスを副大統領候補に内定した。ペンスが副大統領候補に内定されると、ペンスの名優でもあるポール・ライアン会議長は、ペンス氏はまさに保守の人であり、副大統領候補として最善の選択だ。彼と私は長年の友人でもあり、11月の本選挙の勝利に向けて全力を尽くしていくと歓迎した。ペンスは、 ロシアの影響力拡大に批判的な外交姿勢のみならず、ナフタと TPP など様々な国との自由、貿易協定に賛同するなど経済政策でも共和党主流派よりであり、亀裂が生じたトランプと共和党主流派の橋渡し役になることを期待された。専門家は同性婚などに否定的な立場で知られるペンスの起用によって、キリスト教保守派などの支持固めにもつながると指摘した。 上で、トランプの選挙戦は、不安定がつきまとい、予想も難しいが、ペンスを選んだことでより安定的に進めることができると予測した。一方、民主党の指名獲得を確実とした、ヒラリー・クリントン陣営は、ペンスが同性愛者差別を容認する法律を支持していることを挙げ、ペンスの内定を過激な人選だと批判した。 7月19日、オハイオ州クリーブランドで開催された共和党全国大会で正式に副大統領候補に指名された。10月4日に行われた副大統領候補同士の討論会では落ち着いた受け答えなどが交換され、世論調査や指揮者などの間では対抗馬のティム・ケインに勝利したという評価が多かった。同年11月9日に執行された2016年、 アメリカ合衆国大統領選挙ではトランプが勝利し、ペンスが T パーティー関係者としては初めて副大統領となることが決定した。11月11日、トランプの政権移行チームの責任者に就任する。副大統領としての活動は、ジョージ・ W ・ブッシュ政権のディック・チェーニーを手本にすると、述べ、チェーニーのように次期副大統領でありながら、閣僚の人選を指揮した。それまで、 政権移行チームで責任者を務めていたクリスティの広角にはイバンカの夫のジャレット・クシュナーの移行が働いたとされる。2017年1月20日にロナルド・レーガンが使用した聖書に手を置いて宣誓を行い第48代アメリカ合衆国副大統領に就任した。2017年4月18日副大統領就任後は初めてとなる来日を果たし、 厚木海軍飛行場にエアフォース2で到着する。日本の副総理兼財務大臣、麻生太郎と日米経済対話の初会合に臨んだほか、翌19日にはアメリカ海軍横須賀基地に停泊中の航空母艦、ロナルド・レーガンを訪問し、艦上で北朝鮮からの脅威に対抗する決意を演説した。2018年2月6日から8日にかけて訪日し、 安倍首相と会談を行った。同月8日に奉還し、天安沈没事件の展示館などを訪れた。同月10日にピョンチャンオリンピック会会式に出席するも5分で退席し、歓迎行事にも参加せず、同時期に奉還していた北朝鮮の金英南を無視した。北朝鮮の金、与えただしと会談する予定も、韓国の仲介で秘密裏に憎まれていたが、 韓国訪問中に招待した夫オット・アームビアの父親や脱北者と面会して追加制裁を表明したペンスに不快感を示して直前でキャンセルしたため金与えただしら交換との接触機会は生じなかった。帰国後の同月22日、副大統領はメリーランド州で行った演説の中で金与正を抑圧的な体制の中心人物として非難している。 北朝鮮はこれに猛反発して、ペンスを人間のクズと罵倒して、我々は米国との対話を哀願しないと述べた声明を発表した。2018年5月、トランプ大統領は6月12日に予定していた2018年米朝首脳会談を中止するとの所簡を、金正恩党委員長に送り、発表した。大統領は北朝鮮当局者が同国を牽制する発言をした。 ペンス副大統領を愚かで無知と述べたコメントを引用し、怒りと敵意に満ちた中での会談は望ましくないとして中止するとの意向を示した。2019年9月23日、国際連合総会の開催に合わせて外交が活発化する中、宗教の迫害に関する会合に出席。中国の宗教政策に関して、中国共産党はキリスト教の牧師を拘束し、 聖書の販売を禁止し、教会を破壊した、イスラム教徒のウイグル族100万人以上を投獄した、として厳しい批判を行った。2019年10月9日、トルコ軍はシリアとの国境を越えて、クルド人居住地域を攻撃を開始した。トルコはアメリカをはじめとした各国の批判をよそに、戦闘を継続する姿勢を見せていたため、トランプ大統領は特使として、 ペンスをトルコに派遣。10月17日、エルドアン大統領との交渉の中で、クルド人が避難するため時間として5日間の停戦合意を引き出した。2019年10月、演説の中で中国の権威主義体制、香港において人権と自由を奪う姿勢を批判。さらに、日本の尖閣諸島に船を送り込み続けている、今年的同盟国である日本に対し、 挑発的と批判した。さらに11月19日には、米中貿易戦争の終結に向けて協議が進められている対中貿易協定を引き合いに出し、香港のデモに暴力を行使しないよう中国側を牽制する発言を行った。2020年2月26日、新型コロナウイルスの世界的な流行を受け、トランプ大統領はペンスを ホワイトハウスの新型コロナウイルスタスクフォースの責任者に任命すると発表した。4月28日、事前に病院側の指針説明があったにもかかわらず、国内屈指の名誉総合病院をマスク着用なしで視察し、危機の深刻さを軽視しすぎていると強い批判を受けた。ペンスは、その後、記者団に、私は定期的に検査を受けている。 感染していないと語った。また、副大統領夫人、カレン・ペンスは、ホックスの番組内で病院のマスクポリシーは知らされていなかったと語った。しかし、その後、病院側は通知していたことを公表し、またボアのスティーブ・ハーマン記者もペンスの同行記者らに、事前に知らされていたことをツイートした。ペンスのスタッフはこれに激怒したと伝えられ、ハーマンは、 ケンス執務室から副大統領の同行取材禁止を言い渡された。5月11日、副大統領報道官らの相次ぐ感染を受け、ホワイトハウス執務棟でのマスク着用を命じた。12月18日、ファイザーとバイオンテックが開発した COVID-19 ワクチンの公開接種を受けた。交換の離職率が65%と、歴代ワーストの政権で4年間勤め上げ、 2020年、アメリカが衆国大統領選挙にも副大統領候補として出馬した。トランプ大統領と共に落選し、選挙は盗まれたというトランプの主張には当初、沈黙していた。しかし、12月15日に大統領が上院議長でもあるペンスに対して、政府大統領候補のジョー・バイデンとカマラ・ハリスの勝利を認めないよう求めたが、 ペンスは2021年1月6日の声明で一方的に選挙結果の認定を阻止する権限は憲法にないとしてこれを拒否した。トランプはペンスをツイッターや演説で批判し、これに抗応したトランプの支持者はペンスはどこだ、ペンスを吊るせと昭和して議会に乱入し、襲撃者の一人である旧アノンのジェイク・アンジェリは時間の問題だ。 マサヨシは下されると書かれたメモを議長席のペンスの机の上に残した。また、トランプ支持者のエルリンウッドは、パーラーでペンスの処刑を呼びかけ、銃殺隊を準備しなさい。ペンスが最初に行くと投稿したが、その後、削除された。ワシントンポストなどによれば、ペンスは、周辺の動員などを指揮して、ボートを鎮圧したとされ、上院に戻った際は、今日は、 連邦議会議事堂に残る暗黒の日であった。今日我々の連邦議会に大混乱をもたらした人たちへ次ぐ、あなた方は負けたのだ。暴力は決して勝つことはなく、自由が勝つ。そしてここはまだ市民たちの議事堂なのであると襲撃を非難した。1月12日、会合はペンスが憲法修正第25条を発動して、トランプ解任に動くよう促す決議案を可決した。 ペンスは採決前に修正第25条を懲罰的な意味合いで行使することは不適切と反対し、ナンシー・ペロシカ委員長への所管でトランプ大統領の任期が残り8日となった今、そのような行動が国益や憲法に即していると思わないと修正第25条適用への反対を表明し、ジョー・バイデン次期大統領の就任式に向けて共に歩むことで対立を減らし、 我々の国を統一しようではないかと述べた。前日11日には議事堂襲撃事件後初めてトランプと会談して人気満了まで職責を果たすことで一致していたとされる。1月19日退任を翌日に控えてツイッターにお別れの投稿をした際はトランプ大統領への言葉やトランプ大統領とのツーショット写真はなかった。 バイデンの大統領就任式に出席するペンス夫妻1月20日、ペンスはトランプの大統領退任式を欠席し、バイデンの大統領就任式には出席した。バイデンの就任先生が終わって、議事堂を去る際は、公認の副大統領となるカマラ・ハリスが見送った。就任式では、トランプと行動をことにしたペンスだが、副大統領主席補佐官を務めたマーク・ショートによれば、 トランプとペンスは、その後も言葉を交わしているという。トランプは退任後1ヶ月にして保守派のイベントへの出席を決めたが、ペンスは退任後半年程度は表だった場所に出る予定はないとの見方を示した。イラク戦争開戦を承認したイラク決議を支持した。イラク占領過程においては、政権がイラクからの撤退日を公的に宣言することに反対した。 2007年4月、ジョン・マケインと共にイラクを訪問し、61人が亡くなったテロの現場を訪れた。ペンスとマケインは、自分たちの訪問は、イラクの治安状況が改善されつつあるという何よりの証拠であると述べたが、この訪問においては厳重な警備が施され、上空にはヘリコプターが動員されていた。2011年リビア内戦の際は、 バラク・オバマ政権によるアメリカ軍の介入とムアン・マル・アル・カザーフィー政権の打倒を支持し国務長官のヒラリー・クリントンを称賛した。2019年にソロモン諸島が台湾との国交解消を検討する意思を表明。マナセ・ソガバレ首相と電話会談するなど中国の影響力を抑え込むための外交活動を繰り広げたが同年9月にソロモン諸島は 台湾と断交して中国と国交を樹立したため努力が実を結ぶことはなかった。2015年3月、インディアナ州内の個人や企業が宗教上の理由で同性愛者やトランスジェンダーなどに対するサービスを拒否することを認めた宗教の自由回復法に署名し発行させた。インディアナ州では同性婚が合法とされているが、 この法律の発行により、企業が同性愛者への結婚式などのサービス提供を合法的に拒否することが可能となった。対応が全米の注目を浴び、後に法律は修正に追い込まれた。ペンスはカトリックの家族で育てられ、自社として奉仕し、教区の学校に通った。彼は大学で生まれ変わったクリスチャンになり、 超強派のクリスチャン学生グループのメンバーとなった。具体的には1978年春にケンタッキー州アズベリーカレッジでのクリスチャンミュージックフェスティバル行くサス音楽祭で彼はキリストへの献身すなわち福音主義者となることを決断した。ペンスはその後もカトリックのミサに出席し続け、カトリックのユースミニストリーの働きをした。 ペンスは1994年のニュースで彼自身をカトリック教徒と称したが1995年から彼と彼の家族は福音派のメガチャーチであるグレース福音教会に参加した彼は自分をクリスチャン、保守派、共和党生まれ変わった福音主義的なカトリック教徒と表現している地元であるインディアナ州のカトリック系名門ノートルダム大学でペンスが 卒業式のスピーチを始めた直後、学生数十人が抗議のため会場を後にした。ペンスはスピーチの中でアメリカの大学のポリティカルコレクトネスを批判し、アメリカ中でヘイトスピーチ規制やセーフゾーン、トーンポリシング、大学側が課すポリティカルコレクトネスが横行している。それらすべては言論の自由の抑圧に他ならない。このようなありあふれた観光は、 学びや知識の追求にとって破壊的であり、アメリカの伝統の完全に範中外害にあるものだと語った。副大統領としての職務を行う上で、指針としている聖句には、旧約聖書のエレミヤ書29章11節を挙げている。一家が飼っている、ウサギのマーロンンドは、インスタグラムアカウントが人気となり、主人公とした児童書がベストセラーとなった。ありがとうございます。